トマス・ラジャナウスカスは、リトアニア出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。2003年3月29日、UEFA ユーロ2004予選、ドイツ戦で同点ゴールを決め、ドイツと引き分けると、4日後のスコットランド戦では、ペナルティーキックで決勝ゴールを決めた。この2試合の活躍で、リトアニアサッカーの歴史に名を残す選手となった。FC トルペドモスクワやセルベット FC、マルメ FF、SK ブラン、ギリシャのアクラティトス FC、アノルトシスファマグスタ、インテルバク PFC など、海外の多くのクラブを渡り歩いて、成功を収めた。2009年に、リトアニアの FK、ベトラに移籍すると、当時の過去最高順位となる A リーガ2位に貢献し、UEFA ヨーロッパリーグ2009から10に出場した。UEFA ヨーロッパリーグでは予選3回戦まで勝ち上がったが、準優勝したフラム FC に敗れた。このパフォーマンスにより、5年ぶりにリトアニア代表に選出され、2010 FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のオーストリア戦とセルビア戦に出場した。2010年12月、FK スードゥバ・マリアンポレに移籍し、2011年7月まで所属した。ありがとうございます。